ストレイテナー、バンド界きってのグルメ軍団ストレイテナーが、はい、あの行きつけのね、はい、全国各地のお店に思いを馳せようのコーナー。わあ、うん、堀江くん持ち込み企画っていうことはもう多分おそらくですが、堀江くんがもうあれを食いたくて食いたくてしょうがないからだと思うんだよね。あれね、あれあれどれどれか分かんないけど、あのだから何ですか、あの配信ライブやったじゃないですか、あのトークの時に、うん、あの、うん、そのアフターショートークの時に言ってたじゃん、うん、あそこのあれが美味しいんだよねみたいな話を行かずにやる YouTube 上げるっつって、うん、ああそうそうそう、美味しい、ね、美味しいご飯屋さんトークを行ってレポートとかじゃなくて行かずに思い出だけ語るみたいな、めちゃくちゃあるよねあるある、それやろうっていう、めちゃめちゃ行ったしね、いろんなとこ、うん、でも本当に毎回行くとこもあるじゃん、その土地に行くたびに必ず、まあそこ行こうかみたいな、うん、じゃあ誰ランキング、堀江氏のランキングから聞きますか聞いてますね、あの北はやっぱりね、北海道は、あ北海道、オオカミスープ、あーうまいよね、味噌ラーメン、うん、食べたいでしょ今、食べたい、めっちゃ食いたい一瞬にして食べたくなった俺めっちゃ食いたい、食べたい、なるほど、うんうん、あれだって結構毎回行くよね、ほんとライブ前でも行っちゃってさ、行く、うん、ライブ前に食うとライブの汗が尋常じゃない、まあ、あそこほら生姜効いてるからさ、うん、発汗が半端じゃないから、そうだね、うん、でもあそこ行くとき大抵前日の酒が残ってるんだけどさ、うん、そう、私前乗りでも飲んじゃってるから、ね、うん、でも大抵ひなっちゃんそこにビールで迎えてて、オオカミスープのビール飲んでて、うわーすげえなーって思いながら見てるのを思い出す、ね、まあお茶だからね、そう、うん、お茶だから、ね、お茶だからそうね、で卵行くとかあるよね、そう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 、卵トッピング、そうそうそう、行って俺はライス頼んでいつも後悔しちゃうんだけど、うん、ライスあるよね、ライスあるよ、あるね、なんかあの丼みたいなのもあるしね、そうそう、なんとかご飯、うん、ライスが合うからね、合うんだよ、合うけどもう俺がライスと麺と言ってるとさ、麺だけ組がもう食べ終わっちゃってるのがプレッシャーだねそう、しかもね食べ終わった頃にもうねびしょびしょに汗かいてるから早く店出たいね、せ私のこの救急でこう食べ終わってずっと汗だけブワーみたいなね、冬場は汗冷えしちゃうけどね、汗冷えしちゃう、気持ちいい、雪半端じゃない、固まってるもんね、うん、気持ちいいけど汗冷え、オオカミスープ、あー行きたい、札幌他にもあるんですか、札幌、いや札幌オオカミスープぐらいかな、あのなんか4人で行ってるところをあのやっぱりこう上げていきたいから、俺それで言うとあれ空港の白樺さんですよ、うんうんうん、空港もなんだかんだで時間なくても飛び込むもんね、うん、あのあれゆでこ卵食い放題って白樺さんとだっけ、そうだったような気がするな、うん、そうだっけ、あれがなんかこうやって剥いてるより、そうそうそう、ずっと何個食べてもいいやつ、うん、あれだから今俺とひなっちゃん特にそのタンパク質を取りたいから、うん、今そこに行ったらすげえ食う気がする、2つぐらい食っちゃう、ラーメン食えないんじゃないかこれ、食っちゃうラーメンショーにしてゆで卵を食ってるみたいなさ、そうそうそう、確かに最近なんかあれだよね、スタジオの時とかゆで卵を食ってるらしい、ゆで卵食ってもう定期2時間ごとにタンパク質取らないと怖い、そうか、へえすげえな、でもなんかゆで卵とコーヒーとサラダみたいな朝食を取るとなんかすごい痩せるんだってね、うん、へえ、結果その筋肉を残すっていうのが一番ダイエットにつながるって、そうそう、燃焼が高、あの燃焼率高まる、うん、そういう考え方、基礎代謝がね、そうそうそう、テレフォンズの石がゆで卵とブロッコリーとコーヒー、あー、まあ、コーヒーはあのライズアップじゃん、だからあコーヒーはカフェインがねすげえ痩せんのよ、だから、うん、朝一が効くから、はい、朝起きたらコーヒー一杯飲んで走ってくるとめちゃめちゃあの痩せる、でもなんか、うん、コーヒーってちょっと脱水症状にもなるじゃん、うん、なんかコーヒー飲んで風呂入ったら結構あんま良くないっていう、あ発汗性格なのかな、わかんないけどね、まあいいやグルメの話だ、そうだよ、ゆで卵とコーヒーの話だ、ね、でも俺白樺山荘 あのラーメン好きですか、白樺山荘の、うん、まあその狼とちょっと同じ系統かな、そうだね、味噌ラーメン、で夜だったら深夜だったら空だね、札幌は行くよね、行く空、もうなんかグダグダになっていく、行くよね、なんか、うん、ちょっとメンバー全員とかではないけど生き残ったスタッフとかに行っちゃう、ラム食い終わって歩いてて後ろパッて振り返ったらみんないなくて、みんな空入る、ラーメン
もう流れ解散になっちゃってその頃にバカになってるからそうラーメン食いに行ってんだみたいな壊れちゃってそうだね、うん、そうラムも食うとかねラムはなんか最近いろいろね試してるから、まあ、ちょっとジンギスカンねそうジンギスカンの人語らずに行きましょうか、うんうん、はい、まあ、これちょっと一本じゃ終わんねえな、うん、だから北編南編でもいいよ、うん、おうで次青森行っていいですか、はい、ちょっとなんかしますね、はい、青森駅の、はい、四季の千成というね、はい、あの中華そば、はい、定食屋さんなんですか、あそこか、うん、あそこの中華そばやべえぞ、黒胡椒をこうってあれカリカリて今でもあると調べた、調べてはないですか、あるかな、あるでしょ、あるよ絶対ある、うん、多分俺インスタフォローされてるから、ああされてんのインスタフォローされちゃったんでなぜか一応ねこれ僕あの調べてアドレスあるところは下の概要欄に全部貼っとくんで、はい、こちらですっていうのは、うんうんうん、食べに行ってくださいっていう、あの店主オリジナルのホワイトペッパーブラックペッパー配合のカットなんで、カットと、そっかそっか、ブラックじゃなくて配合してる、配合してんのあれ、なるほど、ね、その中華そばに合うブレンドしてる、確かにそのラーメン屋ってさこうちょっとこじゃれたところでブラックペッパー置いたりするけど基本はホワイトだもんね、そうなのよ、うん、こんなでかいやつでね、そうそう、シャコシャコシャコってかけるの、町中華とかやっぱホワイト、そう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 、わかるわ、それブレンドしちゃってんだ、ブレンドしてんの、うまいよね、ワンタン麺で、ワンタン麺がうまいですけど尋常じゃない量なんでなんかさ、チャーシューを尋常じゃないぐらい盛られてる時あってそうそうそう、チャーシュー麺って言ったら尋常じゃなかったすげえ時そうね、ちょっと怖がりな感じもいいしね、うん、そう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 、でも他の定食も絶対うまいんだろうね、定食屋だからね、うん、なんでかラーメン食ったらうまかったんだよね、一番最初にね、そうそうそう、うん、なんかまあ、一応こう、押してんな、これ軽く押してたのよ、なんだよね、なんの、だから前情報もなしに多分なんか、入ってみたガラガラガラって入ってきます、するの最初は、うん、そうそうそう、というわけでね、はい、おすすめですね、あれは確かに、はい、一度、Go to してほしい、うんうん、一品ですわ、うん、確かにラーメン、ラーメンできたね、はい、麺麺ですよ、俺くんラーメンのことしか居酒屋もあるじゃん、青森、青森はあと鎌倉っていう居酒屋いきますね、あるわ、ね、うん、あの納豆チャーハンがうまい、うん、うちらは、うん、うまい、うまいって言ってみんな食ってた、仙台の時から行ってるのかな、行ってる、そうだよね、うん、あのディアデッドマンツアーの DVD にちょっと載ってね、載ってるのか、うん、そう、鎌倉、あの勝手にジョッキを継いでいいシステムですね、そうビールが、あれ食べたい、あれ食べたい、今刺身が分厚い、そうマグロの刺身が分厚いんですよ、エビがでかい、そうそうそうで、筋子を頼むとドカ盛りの筋子を食う、あ、そう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 、なんかもうバンバンキャッチボールできんじゃないですか、うわいいね、食べたさは募るわ、確かに、うんうん、こんな話されたら、うん、でイクラじゃなくて筋子の方が好きなんだね、ひなっちはね、そうなの、しょっぱいしょっぱいの好きなんだね、うんうん、あそこ行ったらもうほんと筋子さん甘いですよ、筋子さん甘い、筋子ちゃん言っちゃったな、しかも今筋子ちゃんがね、だからボソって言うから拾ってないかもしれないそれはしょうがないから筋子ちゃんって打たなきゃいけないかもしれないんで、そこはそうだねまあ歯っていうのも違うじゃん、確かに筋子ちゃんかなっていうのも違うんだけど、サムって思っちゃうよね、違うんだけどなんとか頑張ってほしいところはあるんだよ、続いて、うん、まあいろいろあるけども新潟行っちゃおうかな、はいはいはい、新潟はねあのゴロって居酒屋に、うんうん、わ行ってましたね、うんうん、日本酒おいしい系ですね、そうそう、竹筒のねあの、うん、とっくりっていうか、そうですね、冷やしてね、キンキンに冷やしたやつ、ゴロ酒、ゴロ酒、そうそう、うん、よく行ってましたね、よく行ってましたね、のどくろの塩焼きと一緒にこう行くみたいな、うん、感じだったよね、俺あそこで、ね、なんかだひなっちか堀江君にそののどぐろっていうのを習ったんだ、そう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 、そう今やねあの西堀君かな、うん、があ のどぐろがすごい、うん、好きみたいなっていうのを言ったことで、もうのどぐろが有名になりすぎちゃって、うん、高いよね、高い、そうそうそう、東京は高い、さらに、うん、さらに高騰しているらしいんですよ、うん、やっぱね、こう北陸行くとね、絶対田村とか、うん、新潟とか行くと、のどぐろ食ってましたね、うんうん、これね、喉の奥が黒いから、のどぐろなんだよ、そうそうそうあーみたいな、そう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 、いう話は俺覚えてるそう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 、
覚えてます、習ったんで。あれね、またね、あの刺身だとね、ちょっと淡白なんだけど、うん、ちょっと炙ったりとかすると、焼くとめっちゃうまいよね、うん、急に油が出てきて、そうなの、うん、ね、塩焼きうまいよな、基本的に。うまい、うん、でもちょい炙りぐらいのね、そのやつ、刺身、うん、出してるところは結構間違いない。あ、そう、うん、いいね、ちょい炙り、ちょい炙り。新潟、ラーメン続きだとラッキュー、ラッキュー、ラッキューはね、多分みんなで行ってない、行ってないんだよね。だ、次連れてこうね。そうそう、新潟大学の近くのね、新潟大学だっけな、うん、あの大学の近くにあるんですけど、めちゃくちゃうまいノスタルジックラーメンなんですけど、何系、醤油なんで、お酢系、透明な中華そばで、チャーハンもなんか、あの油が感じられない、なんかパラパラ炊いたみたいなチャーハンで、そのセットで、ちょうどいい、ちょうどいい、ちょうどいい、量もちょうどいい、それノスタルジーだね、それは、うん、いい、そうだね、行きたいね、うん、そうそうそう、それは確かにいいっすね、いいでしょ、ラーメン詳しい、ラーメンだって全県言えるでしょ、言うて、いるいる、言えるよね、いる、まあね、言える、まあでもちょっと控えるけどね、うん、なんかもうあそこでラーメン行くからここやめとこうとか、そういう話になっちゃう、うんうん、だから極力やっちまうラーメンはやんないっていうね、これでも食いたいけどこれやっちゃダメでしょみたいな、そうそう、カロリーラーメンとかは極力でシャットアウト、なるほどね、そう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 、札幌とかやっぱり一番野蛮だよね、うん、狼食って帰りの空港でもさ、そのラーメン街道みたいなとこ行っちゃうじゃん一番野蛮野蛮だよね、下手すりゃ俺前日に行ってるもん、ね、そうだ、ああそうだ、一人でラーメン行ってる時あるもん、隠れ食行っちゃうんだよ、隠れラーメンしちゃって、そうそうそう、だって誘っても来ないでしょいやでもたまに謎な担々麺食ってる時ない、なんか、まあそうだ、四国あたりで一回よくわかんない担々麺食ってたね、あんまうまくねえとか大勢だからね、車 の、 あの高速のパーキングでも一人でなんかラーメン、なんでもないラーメン食べてどうだったっつったら、うーん、まあまあかもとか普通とかそんな感じだ、まあ、うちらステラーって呼んでるけどね、そうステラーステラーしちゃってる、いいあの北辺で言うとさ、戻るけど、うん、旭川はさ、うん、俺はいつも弁当食うんだけど、はいはいはい、3人なんかパーってラーメン行くよ、行く行く、行くタンメンか、隣の菅原から、菅原、そうそうそう、カジノの隣の菅原、うん、あれも毎回行くっていうことはやっぱ名店なの、名店、めっちゃうまい、塩ラーメンが尋常じゃないからうまい、あ、 あと、もう本当旭川はもうラーメンシティだから、あの水野っていう生姜ラーメンとすっげーうまいし、そうそうそう、水野はちゃんとなんか調べてて、調べてくれてて、うん、俺たちが行ったら挨拶してくれて、そう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 、それってのは3回みたいな、すごい、うん、なるほどね、まあ旭川すごいよね、すごい、三等家の本店もあるしね、うん、三等家もうまかった、うん、やっぱすごいよ、数えるほどしか行ってないのにまあまあ食ってんのがすごいよね、やっぱ塩ホルモンがうまいんですよ、塩ホルモン旭川、へえ、なんていう焼肉屋か忘れちゃったけど、うんうんうん、あの一軒ありますね、あるね、塩、うん、ホルモン発祥の地みたいなところがある、ね、函館、そう思い出した、店の名前とか分かんないけど、函館4人で寿司食い行って、うん、でその後にあの函館山登った、うん、登ったタクシー、ね、うん、途中からあの 曇ってて夜景が、あの途中までしか見えなかった、うん、そうそうそう、寒かったし風邪ひいたしそうです、ステア系じゃんそこは捨てないんでしょ、見てる見てる捨て寿司、捨て寿司、捨て寿司寿司うまかったから、ね、うまかった、うん、ラーメンばっか食ってるわけじゃないよと、うん、なるほど、4人で寿司行ったのとかあれぐらいかな、うん、まあ、うん、そうかもね、そうね、うん、まあ、ちょくちょく行くけどね、うん、